トーマス・キャロウェイ・ラティモアは、アメリカ合衆国の軍人。アメリカ海軍の将校として、駆逐艦母艦ドビンの艦長を務めたほか、1934年には、米領サモア知事代行を務めた。1941年7月、日本軍による真珠湾攻撃が数ヶ月後に迫る中、ハワイ準州オアフ島にて消息を絶った。アセス・ドビン1890年。 テネシー州にて生を受ける。1910年、海軍兵学校に入学。1914年、兵学校を卒業して少位に任官。1917年、中位に昇進。1934年4月10日から4月17日まで、米領サモア知事代校を務める。その後、海軍情報部での短期間の勤務を経て、 ラティモアは未だ中佐の階級にあるにもかかわらず、1941年4月に、真珠湾を根拠地とする駆逐艦ボカ母ド土瓶の艦長に任命された。1941年4月に、オアフ島に到着した直後、物静かで、人付き合いを好まない男であったラティモアは、真珠湾を見下ろすことができる、アイエアサンミでのハイキングに挑んだ。当時はまだ登山道も整備されていなかった。 アセスドビンの乗組員だったケネス・アイザックス二等事務係かし官の記憶によれば、この直後にラティモアは管に戻ってきたものの、腕を怪我しており、しばらくは腕をギプスで釣っていたという。1941年7月までに腕は感知し、ギプスも取り外された。その後、51歳のラティモア中佐は、再びアイエア山脈に向かうところを目撃されたのを最後に、姿を消した。 この時、彼は、カーキ色の制服を着用し、古い帽子をかぶり、杖を手にしていた。彼が戻らなかったため、数百人の水兵と地元警察が動員され、アイアーサム役での捜索が行われた。陸軍のスコフィールド兵舎から軍用犬を連れた、捜索隊が派遣されたものの、ラティモアの痕跡を見つけることはできなかった。1941年のうちに海軍による捜査が、 始まった。しかし、彼の失踪について、納得のゆく説明がなされることはなかった。そのため、12月7日の真珠湾攻撃によって、忘れ去られるまでは、ラティモア失踪事件は、地元の報道で何度も取り上げられ、市政の人々の話題になることも多かった。1942年7月19日、公的な死亡宣告が行われた。アメリカ海軍内では、 日本軍の諜報網に属する現地のハワイ人によって、拉致、殺害されたという噂が広く信じられていた。当時の噂では、真珠湾を見下ろすアイエアの山で何らかの活動を行っていたスパイに遭遇して、口封じのために殺されたとか、あるいはラキモアがかつて情報部に勤務した経験があったことから、依然として何らかの諜報上の重要性を帯びていたために、 暗殺のターゲットにされたなどと語られた。海軍内で広く信じられていた、もう一つの噂は、フランクリン・ルーズベルト大統領が、真珠湾攻撃を事前に察知しながらも、アメリカを参戦させる口実として、これを許容したという陰謀論に関連している。この噂によれば、ラティモアは、情報部時代のつてで、日本軍の攻撃が迫っていることを察知しており、 実際に攻撃が始まる前に姿を消したのだとされる。ありがとうございます。